Game begin. はい、こんにちは。始まりました。フォトグリッシュです。今日はチャプター2の、エアリスのセリフを解説していきます。それでは早速最初のシーンに行ってみましょう。You are too weak to save anyone. Not even yourself. Are you okay? Hey, are you okay? I'm fine. Here, this is for you. Huh? A flower? That's right. It's a gift. You know.For scaring those things away. What things? Never mind. Think of it as a memento. Just my luck. I heard that, you know. You're too weak to save anyone. で、ここでは too 何々 too V、 何々すぎて何々できないという表現が使われていますね。で、直訳するとお前は弱すぎて誰も助けられないという意味です。 Not even yourself。ここは自分自身でさえもなというふうに言ってますね。自分自身ですらこう助けられない。お前には誰も守れない自分さえもな。で、 For scaring those things away のここの those things は空飛んでるお化けみたいなやつのことですね。で、 scare は怖がらせるなんですけど、 scare は何やに away と言ったらこう追い払うという意味になりますね。で、この4は理由の4と言って、追い払ってくれたからそれに対してこう花をあげる、まあ、プレゼントだから受け取ってというふうに言ってるんですね。で、 Never mind でこれは気にしないでという意味で使います。で、 Mind は Don't mind という時の Don't mind、 Mind は気にするなんですけど、英語では Don't mind って言わないんですね。基本的にこう気にしないでって時は Never mind です。で、 Think of A as Bは A を B として考えるという意味です。で、メメントは記念品なので直訳するとこの花は記念として考えてという意味になりますね。で、日本語ではじゃあ出会いを記念してとなっていたので、まあ、日本語版の方がまあ可愛い感じがしますね。花？うん、お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。Just my luck、 これはついてないなという感じですね。で、日本語版では面倒だなと言ってたので、日本語版の方がちょっとクラウドはきついと。で、 I heard that you know、 で、ここは I heard that、 それ聞こえたよ、分かってるでしょっていう感じで言ってますね。で、日本語版はこう聞こえてますけどって文句言ってましたね。面倒だな。聞こえてますけど。How much? Well, that depends on the customer. In your case, it's on the house. Huh? Lovers used to give these when they were reunited. Look, I'm involved in things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So? So keep your distance.Wait, you think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Relax. No one's going to attack you. I promise. Hey, a Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to self- Help me! で、How much? で、これはいくらだなんですが、I'm good。で、これは俺はいいって感じです。やんわり断るときに使えるフレーズですね。で、No thank you よりちょっと軽めの表現になります。That depends on the customer。で、この depend on は何々頼るという意味もあるんですけど、
何々次第だとか何々に左右されるという意味もあるんですね。で、値段はお客さん次第という意味になってます。で、日本語版では値段は相手見て決めるのとなっていました。で、 In your case で、これはあなたの場合はという感じですね。On the house, it's on the house. で、これは店のおごりという意味でよく使われますね。で、 on には先ほどのこう depend on、まあ、頼るですねの on のようにこう頼る依存の意味があります。で、 house はここでは家という意味じゃなくて、house はそもそもこう建物、家屋を表すことが多いですね。なので店という意味で使われます。で、 on the house とするとその会計は house、 店に依存していいよ、頼っていいよというふうになるので、ここは私のおごりねという意味にできます。で、実際こうお店側、売る側じゃなくて私のおごりねと言いたいときは It's on me と言いますね。 It's on me から、私のおごりだからお金払わなくていいよ、私に頼っていいよっていうふうに言う感じですね。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？ Lovers used to give these when they were reunited. はい、ここも綺麗なセリフですね。で、 used to はかつてなんなんしたなので、直訳すると恋人たちは再会した時にこの花をあげていたのという感じになります。で、日本語版は花言葉は再会と言ってましたね。結構シンプルで分かりやすい感じです。Look, I'm involved in things. Dangerous things. で、ここは be involved in は何々に関与しているという意味なので、俺は危険なことに関わっているという意味になっていますね。で、日本語版は警告しておこう、俺は強いぞでした。で、ちょっとニュアンスが違うんですけど、どっちにしてもなんかちょっと可愛い感じが出てますよね。Oh, I'm sure you are. はい。で、Oh, I'm sure you are は後ろに、Involved in dangerous things が省略されている感じですね。で、私は、sure、確信しているなので、そうだと思ってたって感じです。で、So はそれで、でっていう感じですね。で、日本語版は、うん、そんな感じするよって言ってましたね。So keep your distance、はい。で、So keep your distance。で、これは近寄るなという意味ですね。で、日本語版はこう脅しには屈しないなので、日本語版の方がなんかちょっとやばい感じが出てますね。クラウドの Wait, you think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Someone's out to get you の out は出現の意味を持っていますね。で、誰かがあなたを狙って出てくると思ってるという感じになります。 Is that what you're all worked up about? のところは be worked up about、 be worked up aboutこれは何々について気が立っているという意味です。で、それで気が立ってるんだねって感じで言ってますね。花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん。脅しに来るとか警戒してる？ Relax。 で、リラックスのところは日本語版はないないって感じなんですけど、動きは完全にこうないないの動きなんで、英語版の方のこうリラックスっていう風にこういう風に言うとちょっと違和感がありますね。 Relax. No one's going to attack you. I promise. No one's going to attack you. I promise. で、これは誰もあなたを襲いに来ることにはなってない、約束するということですね。ないない、そういう心配しなくていいから。Hey, a Mako reactor just blew. ブローの過去形で爆発したということですね。You shouldn't be out here trying to sell. 今は花を売るのに外にいるべきじゃないというのが直訳になります。マコーロが爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。Drop your weapon!
you blind? You know, you're right. Wait! Nice meeting you! Sword on the ground! Right now! Are you blind? Are you blind? で、これは見えてないのかって感じですね。で、こうお化けがバーって飛んでるのにこう見えない素振りをしてるから、Are you blind? Blind は目が見えないですね。で、窓につけるブラインドもこう光を遮るものなので、形容詞でこうブラインドというと目が見えない、光が遮られてるということですね。You know, you're right. You know, you're right. で、これは直訳であなたは正しいとなるんですけど、これはさっきエアリスが誰かが襲いに来たりはしないって言ってたのに、こう兵士たちがバーって来ちゃったんで、警戒してたあなたが正しかったって言ってるんですね。日本語版はやっぱり一回解散なのでちょっとニュアンスが違いますね。見えてないのか。やっぱり一回解散。おい。ナイスミーティングユー。で、ナイスミーティングユー。で、これは別れ際に言う表現です。で、日本語版はまたねーとなっていました。で、これ Nice to meet you だと出会い頭にこう初めましてって感じで言うんですけど、 Nice meeting you にすると、またねって感じですね。まあ、楽しかったってことになります。で、 Nice to meet you の場合は to meet の部分がこう不定詞ですね。 to 何々という風にしてあるんですけど、これ動名詞と不定詞の違いはこう、これからすることなのか、かつてしたことなのか、もうしたことなのかなんですよね。で、Nice to meet you と言った場合は、これからあなたに会うことがナイスっていう感じなので、初めまして、いい出会いになるといいっていうふうに言ってる感じですね。で、Nice meeting の方は、meeting you も合ってるので、その、meeting you したことがナイスでした。で、いい出会いでした。またねっていう感じになります。またね。それでは今日の解説はここで終わりです。次回はチャプター2の最後の方ですね、の解説を作っていきたいと思います。それでは引き続きよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。